さあやってまいりましたニヤニヤチャンネルでございます。本日は月曜日に宣言していた通り、仮面ライダーセイバーの最終フォームの見た目の予想をしていきたいなと思いますので、ぜひまだこちらの動画を見ていない方はこちらの動画から先に見ていただければなと思います。ではやっていきましょう。よろしくお願いします。前回の話ではね、最終フォームがエモーショナルドラゴンではないかというね、ありえない予想をしてみたんですけど、まあこれがねないことを期待して、ここで一番気になる、まあ、見た目の予想をしていきたいなと思っております。まあ歴代の最終フォームを、まあ、今回見てても結構多かったのがアイテム大集合系なんですよね。例えば、まあ、ブレイド、響き、兜は武器で、電王も武器で、ディケイド、フォーゼ、ガイム、ドライブ、ゴースト、ビルド、ジオと、まあ21作品中11作品とかなり多く、今回のセイバーでもその可能性はかなり高いと思っております。そうなったら何が大集合するのかってことですよね。仮面ライダーセイバーの話の中でアイテムとして多く登場しているのはライドブックと聖剣なんですね。しかもこの2つとも集めると何かしらのイベントが起きる設定はもうすでにあります。第35章で語られた、全知全能の章の復活のための儀式として両方ともこのねライドブックも使われましたし、聖剣も使われたので、この2つが集まると何かしらが起きるということはもう35章で皆さん、ご確認いただけたかと思うんですけれども、今回ちょっとね考えていきたいなと思うのが、ライドブックの集合体と聖剣の集合体のアイテムが存在すると思ってるんですけれども、聖剣が集まってどうなるのかって考えても、11本を使うと確実に人間の手であれば2本しかないので手は足りません。まあ手が増えたらどうなのかって思って妄想すると、これが出てきたんですね、僕の頭の中に。そう、千手観音が一番に出てきました。千手観音って神やんって思って調べてたら、これはちょっとね神なのか仏なのかちょっとわからなかったので、詳しい方いたら、千手観音っていうのは神様なのか仏様なのか教えていただければなと思います。で、一応千手観音について調べてたら、怖すぎるものを見つけたんで、ちょっとこれを見てください。千手観音とは別名千手千眼観自在菩薩とも言い、生きとし生けるものすべてを漏らさず救う大いなる慈悲を表現する菩薩です。千の手と手のひらの千の目によって悩み苦しむ習性を見つけては手を差し伸べる最大無限な功徳と慈悲から大悲観音または観音の王を意味する蓮華王とも称されます。阿修羅や金剛力士などが属する28部将を配下とします。観音の中でも功徳が大きく、観音の中の王という意味で蓮華王と呼ばれることもあります。阿修羅や金剛力士など28部将が配下にしています。また六観音の一つに数えられ、餓鬼道に迷う人々を救うと言われています。これ一見僕は何を言っているのか全くわからないんですけど、何個かこうねちょっと、あ、こういうものなんだなってわかるのが、生きとし生けるもの全てを漏らさず救うっていう点、これほぼトーマのことを言っているように思いませんか。もう約束は守るし、もう救えるものは全て救うみたいな感じに、思うので、これ見た瞬間ちょっと鳥肌立って、これトーマのこと言ってるやんと思ったんで、もしかすると最終フォーム千手観音フォームあるんちゃうかなって、ちょっとこの千手観音とはっていうのを見て思いました。あとライドブックの集合体で
まあ、すぐに思いついたんが、まあ、本がいっぱいっていうことでしょ。まあ、本がいっぱいあるところは図書館。そう、図書館フォームっていうのもあるんちゃうかなと思ってます。まあ、これをちょっとね、図書館フォームでめちゃくちゃダサいので英語でライブラリーフォーム、ライブラリーフォーム、まあ、ちょっと英語にするとかっこいいんですよね。なんかありそう、めっちゃ。で、個人的にはこの11本の聖剣を一気に使う千手観音フォームがちょっとね見てみたいと思ってます。で、まあ見た目ですよね。見た目が、まあ前作の仮面ライダー01では仮面ライダー02に変身してめちゃくちゃあっさりフォームだったじゃないですか。見た目がスッキリしてて、それまではまあグランドジオーであったりジーニアスであったり、もうほんまにマシマシフォームですよね。ものすごいゴテゴテの大集合フォームが、しばらく続いてたので、でまあ01ですっきりなって、まあ今回仮面ライダーセイバーも結構僕すっきりくるんちゃうかなと思ってるんですよ。でもすっきりくるって言ってる割に、僕が挙げた千手観音フォームとライブラリーフォーム、めちゃくちゃゴテゴテ感出てるじゃないですか。なのでこの名前だけ聞くと一見ゴテゴテフォームをすっきりまとめているようなデザインにしてほしいなと密かに思っております。で、結構不思議なのが、今までの作品であればネタバレ情報とかでもうこの時点で若干何か出ててもおかしくないのに、今回ね全く出てないんですよ。なので最近このね東映さん、この情報を隠すという技を結構覚え始めてるんちゃうかなと思います。前々作のジオぐらいから、映画の時から結構オリキャスの ネタバレであったりとかを、公開、映画公開当日までしっかり隠しきったりとかするので、ギリギリまでこの仮面ライダーセイバーの最終フォームっていうのがネタバレせずに、皆様にね同じ時間帯とかにパッと公開されるんちゃうかなと思っております。本当にねこの最終フォームっていうのが仮面ライダーシリーズを見ててもやっぱり一番ワクワクするところだと思うんですよ。まあ次回作の発表もすごいワクワクするんですけど、それと同じぐらい僕は最終フォームの発表というのがすごい楽しみにしてるので、僕が今回予想したのが千手観音フォーム、もしくは図書館、まあライブラリーフォームですねっていうのを勝手に名前つけてますけど、これをちょっと今回は予想させていただきました。皆さんの予想しているフォーム、最終フォームがあればぜひコメント欄で教えてください。そこでまたねみんなで語り合いたらなと思っております。本日はこんな感じで以上となります。よかったらチャンネル登録、まだの方はチャンネル登録していただいて、高評価まだ押してないよって方はぜひ高評価をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。今回の内容が面白かったよって方はぜひ高評価とコメントをお願いします。このね、高評価とコメントがめちゃくちゃ励みになってます。ということで、次回をまたお楽しみに。